平野のしようじんぐうじゆうたようっぷべえ、YouTube を生配信滝沢社長とおべえ、とべごうりゅうみやけ、けも祝福祝福。元キングプリンスへのメンバーであり、2021年5月22日にジャニーズ事務所を退所した平野のし26歳、とじんぐうじゆうた、25歳。 が、元ジャニーズ副社長である滝沢秀明氏、41歳、が社長を務めるエンターテイメント会社、とべ、の YouTube 生配信で、同社への合流を発表しました。この生配信では、平野と神宮寺がスーツ姿で登場し、平野は、こうして新たな気持ちでご挨拶、ご報告できることを嬉しく思います。と述べ、 神宮寺は新たな場所で皆様と一緒に素敵な景色を見たいと思っています。と笑顔で挨拶しました。また平野はコンサートをたくさんやりたいと思っている。と将来の展望を述べ、神宮寺は世界中の人々に笑顔を与えるような景色を見せたいと語りました。さらに2日前に同社への合流を発表した元 V6 のメンバーである三宅健。 44歳も登場しました。三宅は平野と神宮寺にかつての金プリ時代のメンバーカラーにちなんだ花束を贈呈し、お帰り、と祝福しました。この生配信の視聴者数は100万人を超え、公式インスタグラムとファンクラブも同日夜に開設されました。 この発表により、平野市用と神宮寺ゆ太は飛べと契約し、新たなステージで活動を始めることが明らかになりました。ジャニーズ事務所を退所した後、彼らが次にどのような活動を展開するのか、多くのファンが興味津々です。平野市用と神宮寺ゆ太は、キングプリンスへの一員として、グループとしての成功を収めました。その才能と魅力により、 彼らは多くのファンを魅了し、数々のドラマや映画、バラエティ番組にも出演しました。しかし、2021年5月にジャニーズ事務所を退所し、その後の動向に注目が集まっていました。この動きについての報道は、平野と神流寺のファンにとっては喜ばしいものであり、彼らの活動を継続してサポートする意欲を高めるものでした。 彼らの YouTube 生配信によってファンとのコミュニケーションの場が広がり、これまで以上に彼らの近況や新しいプロジェクトについての情報を得ることができます。トべというエンターテイメント会社は、滝沢秀明氏が設立した新しいプラットフォームです。滝沢氏はジャニーズ事務所で長年に渡り成功を収め、数多くのアイドルグループをプロデュースしてきました。 その経験とノウハウを活かし、新たな事業に挑戦することを決めたようです。渡べへの合流により、平野耀と神宮寺ゆ太たは滝沢市のもとで新たなステージで活躍する機会を得ました。渡べは、音楽、映画、ドラマ、バラエティ番組など、様々なエンターテインメントコンテンツの制作プロデュースを手掛ける予定です。 平野と神宮寺の才能と人気を活かし、幅広いプロジェクトに取り組むことが期待されています。また、三宅県の登場は、平野と神宮寺が新たな環境で再スタートすることを祝福する意味合いがありました。三宅は V6 のメンバーとして長いキャリアを築き、数々のヒット曲やドラマで活躍しました。 彼のサポートは平野と神宮寺にとって大きな励みになるでしょう。この発表を受けてファンからは喜びと期待の声が上がりました。平野紫洋と神宮寺ゆうの個々の魅力と才能が、戸部との新たなコラボレーションによって一層輝きを増すことでしょう。平野紫洋と神宮寺ゆうの新たな活動は、 音楽だけでなく、俳優やバラエティ番組など様々な分野に広がる可能性があります。彼らは若くしてすでに豊富な経験を積んでおり、その才能と魅力は幅広いファン層を魅了しています。今後の彼らの活動には注目が集まります。とべの YouTube チャンネルを通じて、 ファンとのコミュニケーションを深め、新しいプロジェクトやイベントについての情報を発信していくことでしょう。また、音楽活動においても、コンサートや新曲のリリースなど、様々な展開が期待されます。平野紫洋と神宮寺勇太の合流発表は、彼らのファンにとっては大きな驚きと喜びの瞬間でした。 多くの人々が彼らの新たなステージでの活躍を心待ちにしており、彼らの成長と成功を応援しています。最後に、平野紫耀と神宮寺勇太が戸部に合流したことで、新たなエンターテイメントの可能性が広がることは間違いありません。彼らの才能と情熱によって、新たな時代のエンターテイメントシーンに大きなインパクトを与えることでしょう。 ファンと共に彼らの輝かしい未来を見守っていきましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝してい